21日衆議院を解散をいたしております。今日はこの愛知の皆さん方に我々自由民主党が考えております政策を直接皆さんに話をさせていただく機会をいただきたく今日はここにやってまいりました。まず冒頭終わりから申し上げなければならないと存じます。私の一連の発言やまた私の力不足から自由民主党党内の結束に乱れが出て多くの方々に自由民主党に対する不信や政治に対する信頼を損ねたということに関しまして私の力不足を含め改めて皆さん方にお詫びを申し上げなければならないと思います。今一つ我々はこれまで規制の緩和いわゆる競争そういうものが日本の経済の鬱憤を晴らして突破口を開いて活力を生むと思ってやってまいりました。事実その通りになった部分もいっぱいあります。しかし同時に行き過ぎた競争行き過ぎた市場原理主義によって結果として地域に格差が生まれたりまた所得に格差が生まれたり我々が長くやってまいりました地域の安心医療の安心そういったものの政策に心が出たこれも否めない事実だったって我々はその点は反省をしなければならぬ大事なところだと思っています。したがって行き過ぎた市場原理主義からは決別します。これが私が今回の選挙にあたって冒頭に申し上げるべき2点です。さて昨年の9月の24日に第92代内閣総理大臣を拝命をいたしました。以来今日まで私がこの10ヶ月余りの間にやったことの主なことは基本的には景気対策経済対策景気対策です。私はこれ一本に絞ったと申し上げてもいいぐらいこの10ヶ月間景気対策に集中をしました。我々がやってきたこといろいろありますが何といっても企業は黒字でも資金繰りがつかないために倒産するいわゆる企業の資金繰りは勝負です。したがって去年の12月今年の3月今年の5月いずれも決算期にあたって資金繰り対策に全力を挙げ結果として我々は中小企業庁をいろいろなお金を使わせていただいて結果として80数万社がこの資金によって会社の資金繰りをくぐり抜けました。また企業は自分がいくら雇っていたいと思っている人でも給与が払えない夜勤手当が払えないために首を切らねばならないというような人たちをもし企業が雇っといていただけるんであればその人に対する資金の援助をしましょう雇用調整助成金といいますこれをやらせていただいて今日月平均245万人ぐらいの方々がこれを利用していただいております。その分だけ失業が減っているということです。今日の産経新聞に一面出ていましたが産経新聞によればあの政策がなかったならば今の日本の失業は 8.8% になっていたであろうと今朝新聞に書いてあります。これが一つの例です。また雇用とか企業とか言うだけではなくて女性の方で言えば出産一時金42万円出します。今子供を産んでいただければ42万円また
信は14回無料にします、というようなことをやらせていただいたり、また定額給付金というのもさせていただいた。車も今新しいエコの車に買い替えていただいたら25万円補助します。25万円、おかげの結果なんだと我々はそう思っております。しかし同時に我々は考えればならとは今申し上げたのは明らかに数字の上では景気は底を打ったということを示しております。株価を見ていただいても最低7050円まで下がってた株は先々週1万円をつけて、先週はずっと1万円、確か金曜日は1万330円になってたと思います。間違いなく株もそういった意味では底を打ったというのは数字の上では確か、しかし数字の上が確かということと自分の実感として肌身に実感で感じる景気は違います。名古屋はいいかもしれない、しかし地方は違いますよ。長崎、青森、いろいろ例があります。遠くに行けば行くほど景気の影響は後になります。先行指数、先行きの指数は早く出るけど、しかし雇用とか地方とかいうものは後から数字が出てきます。したがって景気対策はまだまだなんです。道仲間なんです。私は総理大臣になった時全治3年かかる、今回の不調は全治3年かかると申し上げます。日の中ってない不調だから3年かかるんです。今ちょうど10件です。我々は今ここでやっと景気の足取りがつかめ始めた今を、これを崩すわけにはいかない。ここは絶対に景気対策を伸ばしていかねばならないです。今民主党の言っている政策は景気を成長させるという政策はありません。ばらまく話はあるよ、高速道路をただにします。ただ、な高速道路ただだから、で子供手当全部出します。5兆円、高速道路2兆円、どこから持ってくるんじゃ、そこから。